トヨタ F 型エンジンは、トヨタ自動車、及び、トヨタ自動食機が、かつて製造していた自動車用、産業機械用水冷直列6、気筒ガソリンエンジンの系列である。初代、B 型に代わるバス、トラック用高速エンジンとして1949年に、登場。基本的には、B 型のボアを拡大して、排気量を増大し、各部を強化したエンジンシリーズである。 本来の大型車両用のほか、特殊用と自動車用シャーシのパトロールカーや、救急車にも特殊高出力エンジンとして搭載され、四輪、駆動車、トヨタランドクルーザーのエンジンとしても用いられて、成功を収めた。基本ゲアウトはトヨタ創業当初にシボレーエンジンを、コピーした初代、A 型エンジンにまで遡ることができるほど古いもので、あるが、改良を重ねながら、晩年は、 ホークリフト等の産業機械用エンジンとして生産が続けられていたため、トヨタはもとより日本国内で戦後以降に市販向けとして開発、生産されたエンジンとしても最古のエンジンシリーズでもあった。後継は FZ 型となる。ガソリンエンジン水冷直列6気筒オフ2階の小型化と高速化のため、シリンダーブロックの丈が短くなり、ストロークが減らされた。 軽量化や内部のフリクション低減も同時に行われた。バルブタイミングの変更やフライホイールの軽量化もあり、低速では扱いづらくなる。北米の排出ガス規制に対応させるため燃料供給を EFI としたもの。フラップ式のエアフローメーターを持つ。ありがとうございます。